はい、皆さんどうも、ヤサでございます。今回レビューするのはですね、こちらにあります。ウィムのハーフスリーブシャツをね、今回レビューしていこうかなと思います。まあ、こちらのシャツですね、新作アイテムというわけではないんですが、まあ、前回リリースされたですね、ウィムの23年の夏コレクションの時に、新色追加と、まあ、新たにストックされたアイテムとなっております。まあ、ストックされるっていうことはですよ、まあ、人気アイテムっていうのは、まあ、間違いないのかなと思いますので、まあ、新作アイテムではないですが、気になっている方もね、結構いらっしゃるんじゃないのかなと思います。で、過去にですね、一応こちらの長袖バージョンはね、レビューさせてもらっていたんですけれども、まあ、半袖バージョンはね、ちょっとレビューをしていなかったので、今回ね、まあ、タイミングもいいですし、レビューをしていこうかなと思います。こちらのアイテム気になる方、ぜひ最後までご覧ください。それでは、行きましょう。はい、というわけで今回レビューするのはウィムリドムから販売されましたテンシェルワイドハーフスリーブシャツでございます。価格が4400円でサイズが S から L の3サイズ、カラー展開がブルー、ホワイト、チャコールグレー、ダークグリーンの4色展開となっております。で、僕はですね、今回 L サイズのブルーをね、購入させていただきました。で、一応ね、現在の販売状況も確認させていただきますと、まあ、今収録しているのがですね、4月の26日なんですが、その段階ではですね、ブルーとチャコールグレーの S サイズが完売状態となっております。それではね、早速こちらのアイテム記事から見ていこうかなと思います。こちらのアイテムなんですけれども、素材がですね、ポリエステルと再生繊維っていう、まあ化学繊維で構成された生地になっております。で、生地の表情なんですけれども、結構ねツヤ感のある生地になっていまして、まあ、どっちかっていうとね、まあ、フォーマル寄りな綺麗めの生地になっております。まあ、今回こちらの生地で使われている再生繊維なんですけれども、まあ、再生繊維の特徴としてはですね、光沢感であったりドレープ感を持つっていう特徴があるので、多分ですね、まあ、その特徴がこちら結構表にね出てきているんじゃないのかなと思います。それにプラスしてですね、シワになりにくくて速乾性のあるポリエステルもねかなり多く含まれているので、まあ、管理のしやすい切れ目シャツということで、結構ねハイブリッド感のある印象かなと思います。色味に関してなんですけれども、商品画像の方はね、結構なライトブルーのような明るい水色のような色味になっていたと思うんですけれども、まあ、実際商品が届いてみるとですね、まあ、結構青々としているというか、青が強めの色味になっております。まあ、どちらもね清涼感の色であることには間違いないのですが、まあね、思っていた色と違う場合っていうのがありますので、まあ、よかったらねこちら参考にしていただければいいのかなと思います。はい、それではですね、次にデザインも見ていきましょう。身長181センチ、65キロの僕が L サイズを着るとこんな感じになります。はい、まあ、サイズ感に関してはですね、まあ、ややドロップショルダーに効いたオーバーサイズ感のあるシルエットになっていまして、まあまあ今のトレンドで考えるとね、結構スタンダードな形になっているのかなと思います。まあ、前回レビューさせていただいた新作のねオンブレチックシャツと同じサイズ感になっていますので、まあ、持っている方はねそちらもちょっと比べていただければいいのかなと思います。なので、まあ肩幅とかはねかなりゆとりがありますし、まあ、T シャツの上に合わせたりするとか、シャツアウターとしてのね役割も果たせるアイテムになっています。で、着心地に関してなんですけれども、まあ、これがですね個人的にこのアイテムの中で一番いいポイントかなと思いました。まあ、生地がね結構しっとりしてドレープ感がある上に軽くて動きやすいので、めちゃくちゃいい感じです。で、まあ、速乾性のあるポリエステル素材できているので、もちろん通気性もありますし、この生地の色味も相まってね、かなりの季節感を思わせるアイテムになっているのではないでしょうか。で、他のデザインに関しては、まあ、結構シンプルめに作られています。まあ、このシルエットっていう部分を除けば、もう本当に衣替えしたビジネスシャツみたいなぐらいの、はい、シンプルなデザインになっております。はい、というわけで次はこちらのアイテムを使っていくつかコーディネートを組んでいきたいなと思います。それではどうぞ。はい、というわけでコーディネート紹介やっていきたいなと思います。まず1コーデ目はこちら、フレアデニムと合わせたコーディネートでございます。まあ、ちょっと最近個人的にフレアデニムというものにハマっておりまして、それを今回取り入れてみました。まあ、こちらのコーデでは黒系のねアイテムを多く取り入れているんですけれども、まあ、サンダルでね抜け感を作りつつ、シャツのカラーで清涼感をね演出していますので、夏コーデとしてはね結構いい感じなのではないでしょうか。スタイリッシュなコーディネートが好きな方にね結構おすすめでございます。ぜひ参考にしてみてください。はい、続いてはこちら。まあ、こちらもねデニムパンツなんですけれども、シルエットを変えてスマートなコーデにしてみました。先ほど
ードはかなりカジュアルなコーディネートだったんですけれども、こちらはねパンツをストレートシルエット、そして革靴にして切れ目感を作り、トップストーンの中和を意識しております。フロントを開けた着こなしですが、そこまでカジュアルな印象にならないのがこのコーデのポイントですね。まあ結構こういうカジュアルな着こなしにまだ慣れてない方はね、こういう簡単なコーディネートから組んでみてはいかがでしょうか。タックインをするかしないかはお好みでお願いいたします。はい、次はこちら。こちらもねカジュアルなスタイリングなんですけれども、まあデザイン寄りのデニムにスニーカーを合わせることで、まあ、ストリート系のコーディネートにしてみました。まあ、このコーデに関しては、まあ、T シャツ1枚でよりカジュアルな感じにしてもいいんですけれども、まあ、今回のシャツを使って1枚合わせることで、まあ、カジュアルではあるんですが子供っぽさっていうのをねなくしています。また発色のいいシャツではありますので、まあ、T シャツ単体よりもねかなり清涼感が出るのではないでしょうか。まあ、カジュアルだけど大人っぽい、そんなコーディネートでございます。次行きましょう。次は綺麗め系でございます。使ってるアイテムはね先ほどとほとんど同じなんですけれども、まあフロントを閉じてシューズを革靴にすることで印象がガラッと変わっているのがわかるのかなと思います。やっぱりシンプルなシャツは着こなしをね少し変えるだけで狙った印象を作ることができるので非常に使いやすいですね。まあ、僕の視聴者さんはどっちかっていうとこういう感じのコーディネートが好きかもしれないので、よかったら参考にしてみてください。はい、というわけで次も綺麗めコーディネートでございます。これはもうなんか安定のコーディネートといった感じですね。僕自身もねかなり好きなスタイリングでございます。切れ目コーデといえばねやはり白黒のモノトーンが一番強くはあるんですけれども、まあブルーと黒っていうのもねめちゃくちゃ雰囲気が出ていいのかなと思います。であと白黒だとねやっぱちょっと切れ目感が強く出てしまうので、やはり日常感を出すのであれば、まあ、こういう色を使った少し外した感じのコーディネートの方がいい気はしております。こちらもぜひ参考にしてみてください。以上、コーディネート紹介でした。はい、というわけで今回は WIM のハーフスリーブをねレビューさせていただきました。参考になりましたでしょうか。まあ、かなりシンプルなアイテムなので、まあ、今回はそんなにね多く語れることはなかったんですけれども、まあ、それゆえにね、まあ、1枚ぐらいは持っていてもいいのかなと思えるアイテムでした。やっぱりねシンプルであればあるほど使いやすさであったり着やすさがね絶妙にいいんですよね。黒のボトムに、まあ、こちらのシャツをね合わせるだけでかなり清涼感清潔感のある着こなしができますし、素材的にもねガシガシ着れるアイテムなので、まあ、シンプルな着こなしが好きな僕にとってはね結構重宝するアイテムかなと思いました。まあ、夏ってねやっぱり着るアイテムがねそんなに多くないので、トップスはどっちかっていうと個性的なアイテムをね着用しがちだと思うんですけれども、やっぱりねこういう基本となるような土台となるシャツもね大事だと思いますので、まあ、シンプル好きであったり、まあ、こちらのアイテムが気になる方はですね、今回の動画参考にしていただければいいのかなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。こちらの動画参考になるなと思いましたら、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。年内1万人を目指しておりますので、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。その他メンバーシップなどもやっておりますので、よかったらチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。